すでに錦戸今実際に喋ってないからね。錦戸君本当喋らない。でも徳永さん、僕は何も喋っても喋らんのを疲れますからね、いつも。あ、そうやな、ちょっとアンニュイな感じで。いやでも錦戸なんでそんなすぐ困るの。いや、なんですか、頑張って僕も喋りたいんですけど、はい、ちょっと焦ってますよ。苦手なんですよ。先輩とあんま喋ってんの僕はあんま見たことないですよ。裏でもあんま喋らないじゃないですか。関ジャニ∞内では一番喋るぐらいなんですけど、楽屋の中では先輩と全然喋らないですね。なんで。いや緊張するんですよね、もう単純に。あ、そうなんで笑うねんか。笑うなよ、普通のこと言ってるだけなんだ。でもほら、もう舞台でもね、ずっと一緒にやらせてもらったし。そうなんですけど、だって、何こんな普通に喋ってます。喋れます。何何やってんねん。こういうとこあるんですよ。こんなアタフタしてるの久々見たな。相当アタフタしてる。